JR 貨物地域5500系貨車は、1992年度に製作された日本貨物鉄道に在籍し、日鉄物流8万が所有する積載荷重37トンのロングレール輸送専用私有貨車である。本項目では本形式に組み込まれる車両である地域5400系、地機5450型についても記述する。レール輸送は、国鉄時代は、 事業用貨物として行われていたが、国鉄分割民営化後は通常貨物となったため、JR 各社がレール輸送用として所有していた地域5500型を1992年度に JR 貨物運用者の増備として申請されたものである。本形式3両1編成で50メートルレールを輸送しており、レールセンターや 各現場で200メートル以上に溶接して使用していた。各現場での溶接などの労力軽減や、レール品質向上の観点から、レールメーカーである、新日鉄住金は2014年4月に、世界最長となる150メートルレール製造設備を、整えた。それに対応した輸送を行うにあたり、四季5400系及び、四季5450型が新規設計され、 四季五千五百系の追加装備も行われている。本形式と同等の FT1 系台車大枠は、コンテナ車と同様、側張り、枕張り、終了、端張り、横張りなど、溶接組み立てした構造である。台車は、古機百系と同じ FT1 型を装備している。輪軸は、車輪ミリメートル、修正円弧踏みずら形状、軸受けは、 古機106型と同様の JT11 バイトを採用している。前後牽引力はボルスターンカーを介して行われる。4位軸空気の軸端には設置装置を取り付けている。で、ブレーキハンドルが車体側面に装備されており、ハンドルを操作することで後くらい、台車の留置ブレーキが作用する。入れ替えの際のと、っぱなし作業が禁止されている。ブレーキ装置は、 最高速度が時速 95km であることから、電磁自動空気ブレーキは省略され、大荷重式空気ブレーキである。車体中央部にブレーキ制御装置が搭載され、制御弁からのブレーキ指令圧力は、大荷重弁を経由して、台車単位でブレーキシリンダー圧力が供給される。供給空気ダメは1個搭載する。古希 100K は2個搭載であったが、 偽装用以下のため個数削減を行った。車体は黄緑色の塗装とされ、150メートルレール用編成の場合は側面にレール積載本数に関する注意書きが追加されている。また、側面に白文字で大きく、日鉄物流八万と記されている。レール積み付け具は、50メートルレール用の場合は三両編成の中間車に、 レール締結用積み付け具を2台とレールの動きを規制するレール滑り台を2台両端車にレール滑り台を1両あたり4台搭載している150メートルレール用の場合はレール拘束力がさらに必要であることから給料編成の中間に位置する地域5450型に搭載するレール滑り台の台数はそのままにレール締結用積み付け具は4台に増やされており 残り8両に、レール滑り台を1両あたり3台もしくは4台、搭載している。レール積載本数は0本もしくは28本のみ、対応する。車両番号は、JR 貨物の申請形式の不番方式にのっとり、形式配布に車番になっている。荷重37トン積レール輸送用車で1992年に6両が、登場した。 全長は 18,150mm。全幅は 2,570mm。全高は 3,215mm。台車中心間距離は 13,850mm。地長は17.0トン。換算量数は、赤車4.0、空車1.6である。3車一連で 50m 長のレールを積載するが、1両、運用や、 従来の地域5500との共通運用が可能である。2011年度から増備が再開され、台車は FT1 回型に変更されており、後述の地域5400系、5450系へ、登場後は、中間車として蘇生される車両が現れている。2016年時点で21両が在籍する。給料編成化に対応するため、 四季五千五百系の編成の両端に連結される車両で2013年度に登場した。急料編成で編成長を150メートルとするため、全長は一万五千ミリメートルで四季五千五百型より短い。軌道変異に対する追従性を考慮し、台車中心間距離を極力大きくした一万七百ミリメートルとした。台車は空車時のあえ、 減少率低減を狙い、空車積車で枕羽根の特性を切り替える二段枕羽根を採用した FT1G を採用する。レール滑り台を三台搭載する。2016年時点では6両が在籍する。給料編成化に対応するため、式 5500K の編成の中間に連結される。車両で2013年度に登場した。 地域5400型と同様の理由で、全長は 15000mm、台車中心間距離は 1700mm、台車は FT1G を採用する。レール滑り台を2台、レール締結用積み付け具を4台搭載する。2016年時点では3両が在籍する。国鉄地域5500型とともに、レール輸送に用いられている黒崎駅から、 関門トンネルを越えて西浜松駅まで運用されていたが2014年のダイヤ改正により150メートルロングレールの営業輸送を開始した2016年より従来の船舶輸送に変わる形で越中島貨物駅までの運用が開始された JR 東日本管内ではこの他に東は志宮駅岩切駅発着の運用も設定されている 鉄道ジャーナル社、鉄道ジャーナル2015年6月号、別冊最新貨物列車 2015P75、交通新聞社、トラベルムック貨物列車の世界 P132、ABCDEFGH、ローリングストックマシーナリー第23巻第4号、P74ABCDEF、ローリングストックマシーナリー第23巻第4号、 P73 世界最長となる鉄道用150メートルレールの製造・出荷体制を整備新日鉄住金プレスリリース2014年4月16日付ハット ABCDEFGHI ローリングストックマシーナリー第23巻第4号 P75ABCDEFGH ローリングストックマシーナリー第23巻第4号 P76、電気車研究会、鉄道ピクトリアル2012年10月合造間鉄道車両年間2012年版、P88 から89、ABCD 交通新聞社、トラベルムック貨物列車の世界 P133、AB 電気車研究会、鉄道ピクトリアル2013年10月合造間鉄道車両年間2013年版、P115、 150メールレール輸送用長物車、鉄道ファン第55巻8号、購入者、2015年8月、68から70ページ。ありがとうございます。